漆喰が日本古来の建築材料であり、まあ、さまざまなこれまでも建築素材として使われてきたというのはよく知っていたんですけれども、まあ、今回関西ペイントさんからですね、この漆喰を元にして、まあ、より、まあ、漆喰の性能はそのままに、高性能はそのままに、まあ、塗料として扱いやすくしたそのアレス漆喰、それからアレス漆喰モンティアートがですね、抗ウイルス作用があるんじゃないかということで、まあ、お話しいただいて一緒に共同実験をさせていただいたわけなんですけれども、まあ、今回の試験でですね、いろんなウイルスに対してこのアレス漆喰モンティアートが高い抗ウイルス効果を持つということが確認できて、まあ、なおかつですね、これはいろんな建築資材、それからアレス漆喰モンティアートに関しては布とかフィルムにも使えるということで、いろんな素材に対して抗ウイルス作用を持つものを使えるということで、汎用性が確認できたということは非常に、まあ、興味深い結果だったと思います。今回アレス漆喰はですね、まあ、アレス漆喰もアレス漆喰モンティアートも非常に、まあ、良好な抗ウイルス効果というのが確認できたということで、まあ、アレス漆喰は壁や天井などに、まあ、塗料として活用が期待されますし、アレス漆喰モンティアートは、まあ、カーテンとかいろんな、まあ、布フィルムの素材にも使えるということで、まあ、今後はですね、医療機関とか保健医療施設などでもですね、いろんなところにこの製品が使用できるということで、まあ、衛生環境の向上ということで非常に期待が持てると思います。